いろいろ本当に皆さんには助けていただいて、ただただありがたいという素直な気持ちで、また今後も縁がありましたら、皆さんの力を得まして、いろんなことを考えて研究して、いいようにいいようにと、そういう何て言うんですか、会社とか何とか重苦しいことは別にして、若い皆さんの力を集めてですね、いろんなことに、ただ高屋写真場のためだけでなく、ここにいらっしゃる皆さんの一人一人の勉強になるようなことを大いに語り合って、たまにはこういうような説教も受けまして、日頃思ってることをいろいろお話ししていただいて、とにかくより良い方に持っていきたいと。それが本当の、風通しのいい和を持った社会やと思いますので、この私のような年寄りでも、頭だけはそういうことを考えてるんですが、ちっともこうついていかないわけで、それを若い皆さんにお願いして、一応私なりに考えて、ああこれはいい、あれで社会に出してもいいなと、そういうようなことは自分で判断していきたいと思いますし、皆さんは皆さんでいいと思ったら、どんどんそういうことをいいなとか、ちょっとこれはとかいうような気持ちで進んでいただきたいと、そう思いますので、今後とも皆さん、よろしくお願いいたします。